高速神戸駅は兵庫県神戸市中央区多門通り3丁目にある阪神電気鉄道、阪急電鉄の駅である。駅番号は HS35。阪神と阪急の線路上の分岐駅で、駅営業の主体は阪神電気鉄道が受け持つ。また、当駅と新開地の間は両社の重複区間とされる。どちらの路線も神戸高速鉄道が、 第三種鉄道事業の東西線として施設を保有しており、阪神、阪急は第二種鉄道事業者である。駅出入り口の案内板等は2010年の経営形態変更以降に交換され、それまで入っていた神戸高速鉄道の文字は現行の案内板ではなく、阪神と同様のデザイン、書体で阪神・阪急神戸高速線と表記されている。 上記のほか以下の路線に連絡している。なお、公式な乗り換え駅ではないが、神戸市営地下鉄、精神山手線とも乗り換えが可能である。改札口、県場駅付近東改札口奥がメトロ神戸。現在は、改札機が阪神各駅に設置されるタイプと同じもの。ホーム駅案内版リニューアル後の案内表示と、 駅名表島式ホーム2メミ4線を持つ地下駅である。ホーム有校長は8両編成分あるが、阪神方面の停車列車は、阪神列車、山陽列車の6両編成以下の関係で、両端1両分ずつは固定策でガードされている。また、近鉄列車の車両は乗り入れていない。改札口は東西に各1箇所が設けられ、 東側にはエスカレーター並びに多機能トイレが、西側にはエレベーターが設置されている。当駅の西側に引き上げ線が2本あり、北側を阪急が、南側を阪神が利用している。当駅改札外から隣の新開地駅まではメトロ神戸を介して連絡している。阪急方面に発着する列車は奇数番線、阪神方面に発着する列車は偶数番線に発着する。 また、当駅始発の山陽電気鉄道の下り列車は、新海地駅から改装された上で3番線で折り返し、逆に、当駅終着の山陽電車上り列車は2番線に到着後折り返して、新海地駅まで改装の上同駅始発の下り列車となる。阪急線の上りは、毎時6本の特急のほか、神戸三宮止まりの列車も、毎時2本運行される。 阪神線の上りは毎時6本の直通特急、特急と毎時6本の普通が運行される。特急と一部の直通特急を含めて毎時10本が神戸三宮まで各駅に停車する。阪神線の下りは毎時8本の運行、うち6本が板宿まで各駅に停車する。また、阪急線からの直通で、 新海地止まりの列車が毎時6本運行している。以下に発着する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。赤字は阪急、青字は阪神及び阪神、山陽直通、工事は山陽の種別を表す。当駅は阪急の駅ではあるが、新海地駅及び天神橋筋6丁目駅と共に2013年12月21日から、 導入された駅ナンバリングの対象外となっており、阪急線の案内では、阪神の駅番号のみを用いており、阪急仕様の駅番号などの表記はされていない。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。神戸市バス、阪急バス、多門通りのバス停神戸高速鉄道が計画された、当初、神戸電鉄が高架線で、神戸駅前に入る予定で、神戸電鉄の入る。 高架駅と阪急阪神山陽の入る地下駅との総合ターミナル駅として開設される計画であった。港川公園の東側に神戸駅まで市の地形に伸びる道路があるが、これが神戸電鉄が走る計画だった高架ルートとほぼ一致する。この計画は後に見直され、駅前の用地の問題や日本国有鉄道が、 神戸駅前への乗り入れに難色を示したため、神戸電鉄は現在のルートで地下を走る計画に変更され、そして神戸電鉄と阪神、阪急、山陽が接続する位置に、新開地駅を設置することになった。このため、神戸高速鉄道のターミナル駅は、新開地駅と東駅との二駅に分割されることになった。鉄道アナリストの川島恵三によると、 川島の父親が当駅の建設に関わっており、本来は隣の新海地駅と統合した神戸総合駅を設置する予定だったが、予算の都合上、やむなく二つの駅に分割、縮小して建設することが決まったとしている。駅名は開業当初より高速神戸であるが、国鉄の駅との区別を意図した駅名付きを同様にしていた山陽電気鉄道を中心に、 神戸と呼ばれることもある。もっとも、1990年代に、山陽の行き先表示記字幕が、神戸から、高速神戸に変更されたり、神戸高速鉄道自体もプラットフォームの駅名表を、交換した際に、高速の文字をやや小さめに表現するのをやめたりという、変化も見られる。括弧内の英数字は、駅ナンバリングにより付与された番号である。ありがとうございます。